なんかテロリストいない。来たー。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でーす。スパムメール来たかと思ったな、これ。ガチでスパムだった。お願いします。お願いします。対戦を確認。早っ。桜さん。はい。失礼があったらいけないと思うんで、ちょっと聞きたいんですけど、初めましてですよね。はじめましてです。あ、よかった。はじめまして。はい、正解。お願いします。まあ、でもいい。これは、そうっすね。何でも、木以外やったら使うっすね。かなり英語出してくる。まあ、チェンバーでも使っとけば。なんか冷たくない？なんか使っとけば嫌いやな、絶対チェンバー。冷たいな、なんか。カミートといえばチェンバーやから。なんか、おもろ。え、だって何でもいいって言ったじゃん。僕以外だったら何でもいいって言ったから。だって俺じゃないよ、木以外。木以外。桜さんだよ、桜さん。あれ、間違え、見てよ。あれ見てよ。って、カミートと私。してます、はい、あれ、カミートと桜さんの声、私。え見て。聞き分けが。聞き分けができてない。え、そんな似てない、そんな似てないよ。いや、そんな似てないよ。そんな似てないし、イントネーションも違うよ、喋り方。え、待って。でも今、木以外だったらみたいな。え、じゃあ木以外だったらって言ってよ、二人とも順番に。カミトさん先言って。いや、木以外だったら何でもやるっすよ。なんか寄せてない、なんか寄せてない。いや、木以外だったら何でもやりますよ。あー、確かにイントネーションが、イントネーションが桜さん変だから多分。当たり強いな。そんなことある。もうなんか私カミートだと思って言ったのに、桜さんにめっちゃ失礼なタイプだったじゃん。初めましてなのに。チェンバーでも使ってた。チェンバーガチモロ。初対面。まあ確かにチェンバーの顔してたしね。バナー。でもシアルカップ使ってたよね。やばい、マジで聞き分けできない。どうしよう。あ、これで終わろうかな。なんでやガチで聞き分けできてない。大丈夫、両方同じ扱いしとけばいい。まあ、メインピックどっちもチェンバーだったしな。そうなんですよ。まあ、セリフは間違ってなかった。ガチモーションして、くるくるして、右クリ。え、初めて？くるくるした、終わった時に右クリックすると刀初めて？女風、めちゃめちゃかっこいい風になります。全然わからん。え、そう、わかる。それさ、意味わかんなくない？私も言われてなんでわかってんの。言われても変わんない。変わんない。あ、かっこいい風ってこと。かっこいい風。カミートが完全に話してる。カミートじゃない。 A でキャリアダウン。俺じゃないっすよ。ナイス。チェンバー使うでー。カミト君は2人もいないよ。違う、カミトさんが関西弁話してるから頭がおかしくなりそう。喋ってへんって。待って、どっち今の。今のはどっち。ねえ、寄せたって今。ほんまにやめてほしい。テレポート可能だ。ボム置いてるから、それ避けての可動設置。やっと出たー。やっと出た、よっしゃ。出たー。66や、危ねー。出たー。うるさ。チェンバーから出たー。未だに聞き分けできねえ。テレポート可能だ。今のは全部カミトくんかな。じゃあ、じゃあね、一応桜さんかと思った。